こんにちは。早稲田大学機関理工学部電子物理システム学科の森松です。3月まで名古屋大学に所属していましたが、2023年4月1日から早稲田大学に移ってきました。それに伴ってチャンネル名を早稲田大学森松研究室に変更しました。そこで今日は早稲田大学教授への道と題して、大学教員、大学研究者のキャリアについて私を例にして紹介したいと思います。研究者を目指したいという人がおられましたら、あくまで一つの例としてではありますが、参考にしていただければと思います。こちらには私の略歴と、右側には一般的な大学での学位と職位のリストを示してあります。私は2002年に早稲田大学理工学部を卒業しました。学部を卒業すると学士という学位を得ることができます。私はその後大学院へと進学し、2004年には修士、2007年には博士号を取得しました。博士号を取得するには論文を何本か書いて博士論文審査に合格する必要があります。博士号を取得した後で、私は早稲田大学を離れて名古屋大学に研究員、いわゆるポスドクとして移りました。研究員や助教には2年や3年などの任期があることが多いです。一般的には任期が終わる頃までに成果が出ていないとクビになってしまうこともあります。私は次の2008年には研究所の助教に採用され、2018年には准教授に採用されました。そして2023年に早稲田大学機関理工学部教授に採用されました。分野や大学にもよりますが、3割くらいの人は助教から准教授になる間に講師というポストに就くこともあります。私は講師になることはありませんでしたが、多くの人と比べると助教だった時期が10年程度と比較的長かったと思います。大学教員には教員免許などの資格は必要ありません。また現在ではほとんどの大学で助手というポストはありませんが、一部の大学には残っているところもあります。上位の職位になるためのプロセスとして主に2種類があります。一つは内部昇格、もう一つは公募です。内部昇格については現在では多くの場合でテニュアトラックと呼ばれる制度が使われます。これは例えば5年という任期付きで助教に採用された後、任期が終わるときに審査を受けて合格すれば自動的に准教授に上がることができるというような契約をあらかじめ結ぶというようなものです。審査に受かれば昇格できますが、不合格であれば別の道を自分で探す必要があります。内部昇格以外の昇格の手段は公募です。職位が上がるほど内部昇格よりも公募での採用の方がずっと多くなっていきます。公募に関する情報は大学や研究機関のホームページ、学会誌などに公募情報が掲載されるので、研究者はそれを見ながら自分に合った機関を探します。あるいは研究者の求人情報サイトとして JREC院というものがあり、そこに登録しておくと求人情報がメールで送られてきます。今回の私の公募の場合にはこのようなメールが送られてきました。この URL からより詳しい求人情報を知ることができます。この公募は母校でもあり、分野としても自分に合っていると感じたため応募することにしました。公募の手続きは、はじめに書類審査があり、それを通ると面接審査へと進むことが多いです。書類審査では研究業績や今後の研究、教育の抱負などを記載した書類で審査されます。面接審査では研究内容や今後の抱負などを発表した後、質疑応答によって評価されます。担当する科目の模擬講義が行われる場合もあります。有名大学では書類審査の倍率は数十倍になることもあります。書類で絞り込まれて面接審査は数名が受けることになります。私がいくつかの公募を受けて感じたこととして、採用されるために一番大事なのは募集対象と合っているということでした。いろいろな大学の先生方にアドバイスをいただきましたが、共通していたのも対象と合っていることだそうです。対象と合っていなかった場合、どんなに優れた業績があったとしても書類で真っ先に落とすというような話も聞きました。自分が対象に合っているということをコンテとともに積極的に徹底的にアピールするということが大事だと思いました。次に大事なのは、実績を含む実力と運と人間関係で、それらは掛け算で効いてくるように感じました。つまりどれか一つでも全くない場合には、他がどれだけ優秀だったとしても採用されるのは難しい気がしました。
今回は私を一例として大学の研究者のキャリアについて紹介しました。一方で全く違うキャリアを経た研究者も多くいます。例えば私の場合は海外に長期間滞在したことはありませんでしたが、海外で良い成果を出していると採用される確率が少し上がる場合もあります。また現在では女性大学教員が非常に少ないということから、女性研究者は優先的に採用されることもあります。多くの形があるのであまり参考にはならないかもしれませんが、あくまで一つの例として研究者を目指す人の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。